倉峠の位置。倉峠は、奈良県生駒市、西畑町と大阪府東大阪市、東豊浦町との境にある国道308号、及び大阪府道、奈良県道702号大阪平岡奈良線の峠。古くは、闇峠とも書かれた。標高は455メートル。安越奈良街道の生駒山地における難所で、つづら織りの少ない直線的な急勾配が続く。 特に、大阪府側は、ふもとから、峠まで、約2.5キロメートルにわたる勾配である。峠道の沿道や道端に、小事や地蔵、石仏も多くあり、ハイキングコースとしても有名である。峠の頂上には、小さな集落があり、茶店もある。この付近の路面は、江戸時代に、氷山藩により付設された石畳となっている。 この50メートルほどあるコンクリート舗装の石畳は安峠が急坂であることから三筋交代で殿様が乗ったカゴが滑らないようにするために敷かれたものである。なお、国道に指定されている道で石畳状の路面を呈するものは国内で唯一この倉峠のみである。蔵刈りの名称の起源は樹木が薄そうと多い茂り、昼間も暗い山越えの道であった節や、 むく峠が転じた、説、倉刈り、倉がえがなまって、倉刈りとなったとする遺説もある。情報落語伊勢山宮神の賑やかな枕では、あまりに険しいので馬の倉がひっくり返りそうになる、ことから、倉帰り峠と言われるようになったと語られている。倉峠を通る安越奈良街道は、日本の道百選に選定されており、峠頂部の石畳の道端には、 日本の道百戦の検証碑が置かれている。今西助行作の絵本、峠の狼の舞台。江戸時代に安峠の村に山と氷山藩の本陣が置かれ、三近郊大路になっていた。同時代に刊行された河地名所図絵には、世に安峠という物日ならん、生駒の山脈属て、小倉山という、古事務掛根のなあり、一節寺はこの山の小三大姫 暗かり濡れば革命つくとも言う。と記されている。また、大阪より山と及び伊勢三宮道となり、峠村には茶屋旅者王子とも記されており、江戸時代後期は庶民の伊勢三宮道となり、旗小屋茶屋が立ち並びにぎわっていた。伊原西閣の世間宗山用にはこの峠の近くで追いはぎが出たという記述がある。1694年10月27日、 松尾芭蕉が奈良から大阪へ向かう途中この峠を通った。この時に菊の孔に、倉狩悦ゆるっくかなという徴用の節句にちなんだ句が読まれたと言われる。1970年安峠を通る安越奈良街道が国道308号に指定された。倉峠、奈良県側に見えるガードレールがある道路は、シギイコマスカイライン。県座開票式の上にある標識は、 直後にある旧道の福音制限の標識。峠に続く国道308号線大阪側の最急勾配31%の場所。倉峠越えの峠道は国道に指定されているとは、いえ、一部は自動車1台が何とか通行できる程度に道幅は狭く、頂上付近では民家の軒先をかすめながら通行する箇所も存在する。大阪側ではきついところで、 最大傾斜勾配31%の急勾配が S 字カーブになっており、慣れない者が走行すると登り切ることができず、立ち往生するほどとも言われる。ヤマハ電動アシスト自転車パス、激坂チャレンジナンバーワンによると、最も急な斜面の傾斜計での簡易測定では、傾斜角度26度であった。写真の通り峠のすぐ東側を、 シギエスカイラインが通っているが、付近に出入り口がないため直接蔵峠にアクセスすることはできない。このため、大阪側からアクセスする際は、車で国道308号を利用するか、平岡駅から歩いて登るしかないが、生駒側からは平日のみ、生駒市、コミュニティバス、竹丸号の西畑線が、南生駒駅から、蔵ラ峠本寺に後前にある。 安峠停留場まで運行しており、それを使うと歩いて登ることなく、生駒川の峠直前まで容易にアクセスできる。ありがとうございます。